さあ、ボン、下ろして。よしよし。じゃあ、上げておくれ。さてと。どなたですか？電話でお約束したドローンですが。博士、約束の時間より早いんですが。まあいい、待ってもらおう。はい。ここでお待ちください。いや、どうも。の匂いがする。味も悪くない。そら先生、不思議な味ですね。おや、頭がスーッとしてきたぞ。わしはいろんな薬を作ったが、いや、この薬に勝るものはあるまい。ふん、すべて。それこそ噂に聞いたあの素晴らしい薬だな。こいつを飲んだら電子計算機の300倍も早く計算ができるという。それとも猫のように夜でも目が見えるというあの薬か。いや、ひょっとすると体がネズミのように軽くなり、壁はもちろん天井でも逆さまに歩けて、しかもガスのように消えてしまう薬のことかもしれないぞ。よし、どっちにしてもこの薬はいただきだ。必ず俺のものにするぞ。ねえねえ、僕にも飲ませてくれよ。ねえったら。ダメだよ、君には毒だよ。嘘言ってら。それ本当はカクテルかなんかなんだろう。それともジュース。ねえ、ボン、お客様をこちらへ。はい。へえ、お待たせしました。こちらへどうぞ。いや、ありがとう。ご用件を伺いましょう。素晴らしい薬を完成されたという噂を聞きましたので、ぜひともお譲り願おうと思いまして。ああ、そのことですか。これはまた随分早いですな。もっぱらの評判で、うんと高く買わせていただきます。あれは当分発表できそうもありません。ご謙遜なさらずに、人類のために一日も早く。いや、まだテストが残っていますから。ああ、そこをなんとか。ああ、いやいや。ああ、全く残念ですな。これがご研究中の装置で。出口はあちらです。近いうちにまたお邪魔するかもしれませんよ。レーダーの下が実験室だ。レーダーに感じないように忍び込む工夫がいるな。こいつはちょっとばかり難しいや。そうだ、 R 研究所から盗み出した電波よけの服を利用しよう。なるほど。面白くなってきたぞ。さあ、やれ。押す、早く。よし、さあ行け。ああ、助けてくれ。
ょう。なんだと。待て、このロッカーの開け方を教えてくれないか。お礼は君の望み通りだ。はあ、大きく出たね。よし、いいだろう、教えてやろう。そのボタンを38215469090、ダイヤルを右へ2回、左へ1回、右へ1回、それ。欲しいのは。おっと、こいつはダメだね。ざまみろ。いやいや、ずるいぞ、待て。へいや。おお、あお。こいつ、今度こそ勘弁しないぞ。あ、や。手を挙げろ。はっ。おい、トンキン、その小僧に機械を運転させて、まず俺をここから降ろさせるんだ。はっ、その声はドローンだな。そうとも、俺はドローンだよ。いや、ありがとう。君にはいろいろとお世話になったな。さてさて、この薬が俺たちのものになった以上は、金銀ダイヤは言うに及ばず、世界中の宝という宝は俺たちの手に入ったも同様。いざやトンキ、この薬を飲んで。その身は飛ぶ鳥よりも軽く宙をかけ、その目はレーダーよりも鋭く的を捉え、その頭は計算機よりも早く暗号を読み。たとえその手が戒めの鎖につながれ吊るされるとも、その姿は敵に知られず見つからず、かくて守備よく仕事は成功、俺たちの前には札束の山がっていうわけだ。バザイ。よし、それではまず俺たちで薬の効き目を確かめてみよう。ほら、トンキー、飲んでみろ。いや、ボスがお先にどうぞ。心配するな。いや、俺は薬に弱いんで。文句を言うな、飲め。そうですか。うん、うん、味はいいね、いけますぜ。うん、頭がすっきりしてきた。うん、じゃあ今度は俺が飲んでみよう。こら、いい気持ちだ。おい、こら、何をする？トキ、待て、待て。トキ、待て。待て。
狂ったか。何が大発明だ、インチキ博士め。苦しい、助けてくれ、苦しいよ。先生、大丈夫ですか。何、心配ないよ。君、その薬を本当に飲んだんだね。そうとも。そうしたら途端に自分がとんでもないことしてんのに気がついたんだ。だから盗んだこの薬を大急ぎで返しに来たんだ。苦しい、許してくれ。よしよし、すぐに良くなるぞ。実はな、この薬は悪いことをしてねじれ曲がった心を元通りまっすぐにする薬だったんだ。君がここへ薬を返しに来たのもそのせいだ。本当かね。もちろん、君のおかげでこの薬の効き目はよく分かった。誰でも自分から悪人だと名乗り出て進んでこの薬を飲む人はいないからね。本当は効き目のテストはどうしようかと困っていたところだったんだ。どうもご苦労様、ありがとう。君も飲んでみたら。そんなもない、僕にはそんなもん必要ないさ。みんなきっとそう言うだろうな。この薬は作るよりも飲ませる方が難しいようじゃね。そうか、しまった。それじゃあボスにも飲ませるんだったな。